キンプリヘイヤ涙で歌えず、高橋も累戦崩壊5人ラストパフォ、ビューティフルフラワー、深々と頭下げて感謝。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループ、KNG&PINS が20日、5人体制ではラストとなる活動を終えた。 午後7時56分からは日本テレビ系冠番組キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスルキンプルのゴールデン2時間スペシャルを届け午後10時55分からは NHK の音楽番組ベニューベニュー101に生出演。全国のティアラ・ファンの涙を誘った平野志洋26岸優太27神宮寺優太25 22日でグループを脱退し、23日からは長瀬恋24と高橋海人24の二人体制となる。5人体制のキンプリがメニュー101で涙のラストパフォーマンスを披露した。昨年末の紅白歌合戦で歌唱した1番デビュー曲シンデレラガール最新曲ビューティフルフラワーの3曲を披露した。 曲間には、キンプリのファンを意味する、ティアラのセット映像も流れた。5人での最後の曲となった、ビューティフルフラワーでは、平野の歌声が涙で途切れた。隣の神宮寺が名優の肩を支え、励ます。平野の方は濡れていたが、再び歌った。残留組の長瀬も近づき、背中を叩きこぶした。そして、高橋の涙戦も崩壊。曲の最終盤 平野が、ありがとう、と届けた。歌唱後、平野は、こんなに泣くはずじゃなかった。最後の、ありがとう、というフレーズもメンバー、ファンの皆さんにも言えたので、すっきりしました、と、笑みも見せた。リーダーの騎士は、一生忘れられない思い出になった、と、感情を込めて言った。 番組では2018年から5年連続で出場した NHK 紅白歌合戦の映像が流れ、グループの歩みを振り返った。グループのけ NHK での思い出はクリームソーダ。平野は、ジャニーズ JR。時代から食堂にみんなで飲みに行くのが好きだった、と明かした。迎えた涙のラストパフォーマンス。5人の固い絆をしっかりと刻んだ。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。